スペシャルゲストを。そうですね、素敵な女性を。そうなんです、お連れいただいたんです。本当に尊敬してやまない、大好きな。じゃあご紹介、あ、じゃあ柴田社長からご紹介ください。他でよろしいですか。はい、シンガーの方でシェリーさんっておっしゃるんですけれども、うん、はい、知り合ったきっかけっていうのが私、ちょっとごめんなさい、これもう全国放送の、はい、番組大変申し訳ないんですが、僕は相模原のプチノベっていうところ出身、はい、この相模原駅から2つ、はい、横浜の方にいたところなんですけども、はい、そこの商店街っていうのは相模原でも本当に1番2番目ぐらい盛り上がってる商店街なんですけども、うん、その祭りに行った時にですね、この今日来てもらってるシェリーさんの歌を聴きまして、はい、あそこで歌ってらっしゃった、歌ってらっしゃったんですよ。で、まあ、たまたま中小企業の経営者の友人たちと一緒に行ったんですけども、まあその曲聴いてこう心を打ち抜かれたというか、聴いていてだん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 こう下を向いちゃう、赤面しちゃうような、うん、あこれは胸に刺さるなっていう曲を歌われるんですね。だからどういう意味なの、それは多分曲を聴いてから感想を言われていただけると思うんですけど、まあ、それ以来個人的に勝手に追っかけのような形で、うんうん、シェリーさんの曲を聴くたびにこう自分自身に言い聞かせている、そんな感じでシェリーさんを追っかけていて、で今日はたまたまラジオに出演できるということで、はい、じゃあ一緒にどうだろうかっていう感じで声をかけさせていただきました。シェリーさんです。シェリーさん、シェリーさん、シェリーです、こんばんは。シェリーさん、ちょっと自己紹介などを。あ、はい、ありがとうございます。相模原近辺で毒の歌を歌っております、シェリーと申します。はい、今日はお掃除がテーマということですので、はい、私の目的はですね、はい、世の中から俺様野郎、はい、傲慢野郎を一掃しようという目的でこの活動をしておりますので、そういう目的があって、はい、ちょうど良かったかなと思いまして、柴田社長がね、はい、呼んでいただいて、それでこのスタジオからよっちゃんが出てちゃった、お掃除つながりということで、よっちゃん出てきます。すでにもうお掃除されちゃいました。お掃除されちゃいました。僕もそろそろちょっとスタジオから私が先かもしれない、出ちゃった方がいいかもしれない。シェリーさん、なんかすごいユニークですけど、なんか曲今日歌ってくださるということなんですね。ショートバージョンで、ちょっとだけね、ショートバージョンで触りだけギターを持ってきていただいて、やらせていただけるということで、じゃあちょっとスタンバイをしていただいて、はい、ありがとうございます。ナミさん、 生ギターですよ。そうなんですよ。でなんかシェリーさんが今なんかグッズが、この中なんで、このフェイスシールドをして、はい、で、ね、ライブを活動しております。はあ、はい、なんか旗を受け取りましたけども、はい、知ったかぶり番長、はい、シェリー、曲のタイトルが自分でちょっと作った手旗になるんですけども、これを振っていただくというような、ずらだ、ずらじゃない、よろしければ振っていただいても大丈夫ですか。すいません、私はお礼様な音、はい、お願いします。もう大丈夫ですか。ちょっとね、短いんですけど、口だけ番長、口だけ番長、はい、口だけ番長という歌を歌わせていただきます。はい、ラジオの前の皆様も一緒にコール&レスポンスやっていただけると助かります。社長さんとかって言われる人たちはこう本当に毒って言ってますけど、僕はね、こう
自分を振り返るいいチャンスをもらってるんじゃないのかなって。なるほどなるほど、ありがとうございます。前向きに捉えてるんですが、はい、周りの人たちはみんなお前というかお前たちというか、はい、お前のことを歌ってるんだろうっていうふうに言われてるんです、ね、いやいやいや、ちょっとね、とんだとばっつりで申し訳ないんですけれども、ここちゃんもここにいる男性がみんな下向いてましたけどね、はい、すいませんすいませんでした、すいませんみたいな、ありがとうございました。シリーでした。私が言いたいことすると言ってくれる女性には評判がいいんです、はい、ありがとうございます、はい、世の男性ぜひたくさん聞いていただきたいです。いや本当にね、ぜひ ね男性の方反省していただいてね、はい、すごい方反省していただいて、ね、掃除するんだしないんだって口だけだったりしますから ね、 ね、やってないじゃないのみたいな、そうなんですよ ね、 そういうことですね、俺様の男はダメよねっていう感じでね、いやもうぜひ私にさお茶に来てください。ありがとうございました。黒い番組ですけどね、まあ、今夜もあるということで、いやもう一発で耳に残りましたから、ね、そうですね、はい、ある意味歌の格闘家みたいなのがありますからね、ありますね、そうですね、はい、戦ってますね、戦ってますね、はいはい、リングの上ぜひね、ぜひ、ね、リングの上で相模原の結構本当にあちこちイベントはこう引っ張りたものですね、ですね、そのようにありがとうございました。ありがとうございました。いやなんかすごい番組になってきましたけどね。